今日は12種目、今日の順番はランダムではなくて順番に12種目出てくるんで、それを4セット繰り返していきます。もちろん、動きはお任せしますので、楽な動きでも、強度の高い動きでも、全力出して全力で休んでいきましょう。サイドランジを3つ、1、2、3で、ラスト足を押して、今度は1、逆ラック、2、3で、1、2、3で、バック、1、ちょっと上がりにくい、2、3で、肘でも、どちらでも、膝をついてもございますので、よっ、で、アップ、で、できれば、ちょっとパルス、上に引き上げて、こういきます。ここ先にも出ます。スクワット、焦るといつものこっちになっちゃうからね。逆、まず2回やって、よし、ここジャンプ、このまま膝をついて、どちらか、見えてないよ、内側、その足の内側、これで連続で、おい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 、明日トリミング行っちゃうから、これ短くなっちゃいますよね。
だって、4つ、ほんとかかと、ワッパンドかかと、もしくは1、2、3、4で、じゃあまた2セット目、1、2、3で、1、2、3で、同じやつだって、できたら反対なし、2、3の足と後ろ足と、尻張ったらってよ、いつってんの、あんたちゃんの、本当はトリミングが嫌いです。お尻、さすがに見えないから、スクワットバーンズ。
逆回し。
休憩多いって言われちゃったんで頑張ります。もっと持久力がないですからね。
最後。はい。伸びてしまったので、家でくすぶってる人がいたら行動が押し上げて教えてあげてください。また明日。